高崎ハリストス聖教会高崎市近郊の環状線に面した閑静な住宅地に立地する。遠くに春名山を望む風光の良い土地にある。高崎ハリストス聖教会は群馬県高崎市下小鳥町にある聖教会の教会であり、自治聖教会の一つである日本ハリストス聖教会教団に所属している。教区は東京大主教区に属する。 現在の聖堂は我らの主イースハリストスの後端聖堂と呼ばれる。通称は高崎聖教会。聖堂内の様子。正面に見えるのはイコノスタシスと三つのアナロイ。オーモンという両開きの扉の向こうはイタリ聖書で、彩服を着た司祭が方針令を執行している。高崎での伝業の歴史は明治初期に始まる。 当時のニコライ主教によって派遣された司祭らによって、その後は推し進められた。現在の聖堂は、昭和38年に建築されたものである。突頭型のクーポルを持つ。日本最初の女流遺恨画家のイリナ・山下林によって描かれた作品7点を要する重要な文化遺産となっている。現在のところ上中の司祭は、不在で、前橋の司祭が月に1回ほど巡回し、 番頭と朝10時からの生態礼儀が取り行われている。このほか12大祭りなどに特別な方針礼が行われることもある。各種方針礼には神徒でなくても誰でも自由に参当可能である。立地は高崎環状線に面しており周囲は閑静な住宅地である。JR 新越本線北高崎駅から北方向に徒歩で約20分。 または、JR 上越線、高崎富谷町駅から、高崎環状線沿い西方向に、徒歩で約20分ほどの距離にあり、下小鳥町西、交差点のすぐ近くにある。方針例が行われるのは2011年1月、現在で一家の時間帯だが、臨時に変更される場合があるので、見学等訪問の際には事前に、前橋ハリストス聖教会に確認した方が良い。 ありがとうございます。